カズレーザーは外に干している洗濯物が全て赤色だったので家バレしたことがある。かつて事故物件に住んでいたことがあって、畳に亡くなった方の跡がついていた。大学時代は目立ちすぎていて、赤い人の場所に集合と集まる集合場所にされていた。就活時期にバンダイの説明会で服装自由と書いていたので、金髪に全身赤色の服で参加した。すると当時2チャンネルの就職スレッドで、シャージャメと晒されてしまった。しかし妹と会う時だけは恥ずかしがるので黒い服を着るようにしている。 M1 で決勝まで行った前までは年間で50回以上職務質問をされていた。カズレーザーはバイセクシャルと公言しており、大学時代に10対10の合コンに参加した時は、俺からしたら1対19だからねと言っていた。安藤夏が芸人を辞めるかどうか悩んでいた時に、ちょうど体重130キロの女性を探していたと言ってコンビを結成した。